2月14日ですよ。聖なるではないか、バレンタインですよ。皆さんどうですか、チョコもらえましたか？チョコ、私はね、今日は本当にバレンタインらしいことは何もせずに、はい、何もしなかったですよ。もう逆になんか何もしてなかったので逆にチョコ欲しいです、皆さんから。もうなんかバレンタインらしいらしさが今ゼロなんです逆チョコください、逆チョコ皆さんもらってないならあげましょう、もらってないならあげましょう、人にあげましょうチョコ欲しい、とか甘いもんめっちゃ食べたい、本当に。甘いもんが食べたいのに、昼に甘いもん食べたせいで夜に食べるものがないよちなみに昼はガトーショコラじゃないわ、なんだ、フォンダンショコラを食べました。コンビニで買えるフォンダンショコラを食べましたが、電子レンジで1分チンって書いてあったんで1分チンしたらもうデロデロに溶けて、電子レンジの中が全部汚れて、掃除するとこから始まりました。なので結局チョコを食べてないです。爆発したチョコをちょっとだけ、飛び散らなかったチョコの破片をちょっとだけ食べたぐらいで、本当に食べてないので、はい、もう悲しい悲しいです。どうしたらいいんですか、このバレンタインに何もできなかったこの思いを、どうしたらいいんですか、皆さん助けてください。もう皆さんしかいないですよ、この状態のオキポを救えるの悲しいよ、私なんだこりゃ。ありがとうございます、チェコ。なんかさ、さっきさ、なんかバレンタインイベントみたいなやってるじゃないですか。なんかクマが来るらしいんですよ、知ってます？なんかクマさんが来るかもみたいな、2月14日にクマが来るかもみたいな、多分ショールーム運営のなんかクマが来るっぽいんですけど、そのライブタグをね、なんか設定したらクマが来るらしいんだけど、まあ、来るかもって感じらしいんですけど、そのライブタグをね忘れちゃってね、私もクマ見たいよ。どうやったら、なんだっけな、なんかライブタグ、クマさん来てみたいなライブタグだった気がするんだけど、ちょっと忘れたので、今もうクマが来ないかも。なんかね、今日たまたまショールームのお知らせみたいなの見てて、そしたらなんか2月14日はクマが来ますみたいな絵がね、クマが看板持った、はい、22時までという噂がある。え、そう、クマ見たかった、来ないんですかね、22時過ぎたら。まだ終わってないのに、バレンタインは。来るとちょっと信じて来ると信じようかな。ハッピーバレンタインですよ、皆さんからの温かいチョコレートのような愛を待ってます。待ってますっていうか、与えろよって感じなんですけど、なかなか与えることに慣れてなくて、もう今日は自分が与える側じゃなくてもらう側としてやってきましたもうそのつもりで来たのでよろしくお願いしますよろしくお願いします。さあ、早く告白呼び出し来ないかな。全然渡り廊下でも体育倉庫の裏でも呼び出し来ないかなロッカー開けたら入ってるかな、手紙とかが。来ないかな、来ないかな。
渡せるのならおきちゃんにチョコあげたいです。欲しい、ガチでチョコ不足、普通に糖分不足。体育館裏に来てください。なんかちょっと怖いな。果たし状感がある。なんかもっと違うところに住めなかった。どこだろう、告白しゃあない。今日はバレンタインだから、ちょっと甘々のエピソードの話でも考えてみるか。普段はあまり考えないんだけど、甘々な話でもしましょう皆さん。なんか理想の告白場所とかありますか？私はね、やっぱり憧れがあるのはやっぱ学校の屋上なんですよ。中学校小学校屋上がない学校だったんですよ。あったんだろうけど、入れないというか立ち入り禁止すらもない、なんか存在を知らないような感じで、多分屋上なかったんですよね。高校もないだから屋上がそもそも立ち入り禁止とかじゃなくてないみたいな、もう3階で終わりみたいなタイプだったので、屋上すごい憧れがあります。私の理想は、私はまずぼっちなんですよ。でぼっちでこうクラスに一緒にご飯を食べる子がいなくて、屋上に逃げるように食べるんですよね。で私はこう空とか見ながら、なんかこう歌とかイヤホンで聞きながら、ちょっと鼻歌とか歌いながらお弁当を食べてるんですよ。そしたら突然ハモリが聞こえてきて、でえってなって見たら、こう屋上の上を見たらハモってる、あのハモリできた運命の人が現れるっていうシチュエーションを今思い浮かんだんですけど、普通にちょっとなんか気持ち悪すぎてちょっとやめました。向いてないわマジで。なんか自分の中で今キュンキュンする話をちょっと考えてたんですけど、突然ハモリに来るのちょっと怖くてやめました。嘘です。何がいいかな、何だろうな。なんかハモられたらちょっと上級者感がありますね。なんだろうな。最近さ、なんかなんだろう、こうドラマとか映画見るのすごいハマってて、まあちょっと見終わったら話そうって思うんですけど、まあ、今見てるやつが、まあ、結構昔のなんか学生の恋愛映画みたいなやつを見てるんですよ。さあ、まあ、多分主演とかがさ、多分16歳とかなんですよね、多分当時で。なんかそれを、まあ、今私は24歳なんですけど、16歳のまた俳優さんとかがやられてるイケメンの役を見ても、なんかあら頑張ってるわねみたいな、なんかもう親みたいな気持ちでしか見れないことに気づいてしまって、なんか見ててもあらあらまあまあみたいな、なんかどうしていつから自分はこうなってしまったんだろうみたいな、なんかね楽しみ方が違うんよね最近気づいてしまった。なんだろう。本当はこんなはずじゃなかったんですけど、もっと多分本当だったらなんか自分がその相手の立場になってキュンキュンするっていう話だと思うんですけど、本当はなんかすごいよく言えたわねみたいな、そのタイミングみたいな、なんかすごいおせっかいな自分が出てきて、なんか楽しめないなって思ってしまって、ちょっとね
最近はちょっと学生ものをあまり見てないです。なんか見れなくなってしまいました。うん、なのでちょっとやめます。もうちょっと大人の階段を登りたいと思います。ちょっといつまでも学生気分で見てたものを見ようとしたので、ちょっとアップしたいと思います。なんかおすすめあったら教えてください。皆さん全然アニメとかでもいいんですけど、はい、またあのツイッターとかに書いてきてください。おすすめあったらよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。なんかもうちょっとこう複雑な、なんか、うん、複雑な複雑なこう大人のお話を見たいです。感情移入はできなくなった。感情移入したことはないけど、もともとなんか学生系なんかもう本当におせっかい親戚の立ち位置でしか見れなくなってしまったので、ちょっとね、入り込みたい。ドロドロした、いやドロドロしなくていいけど、大人ってドロドロしてんのかな。私あんま好きじゃないんだよね、ドロドロ系。なんか完結してるんだったらまだいいけど、なんかこうリアルタイムでドロドロ見れない、モヤモヤしちゃうから。うん、逃げ恥とかどう。最強に流行ってた逃げ恥は見てたよ。逃げ恥は見てたし、なんか今リアル夫婦っていうところに超燃えてる。超燃えてます。メンバーからチョコもらった。いや今日ね全然会ってないんだよね、メンバーと。メンバーと全然会ってなくてね、もらってない、もらってないし作ってないから、ちょっとねバレンタイン感がないんですよ。どうしたらバレンタインっぽくなりますかね。なんかこの今この空間でちょっとバレンタインっぽいことしたいなって思ったので、やっぱバレンタインといえばハートなので、ハートでも施そうかな。どこに書こう。ここかな。難しい。ちょっとせめてものバレンタイン感を施したいと思います。シュッシュッシュッ、ちょっと見えない。見えません。ありがとう、でもゲスト。なんかピエロ。ヒソカじゃないです。なんか加工みたいじゃない、こういう、あちょっと、ヒソカじゃないです、こういうなんかスノーとかの加工みたいな感じです。どう、ちょっとは、ちょっとはバレンタインっぽいんじゃない。マック、マックです。パウダーキスリップスティック、これは可愛いんじゃない。マジでもひそかって言われたから、本当にひそかにしか見えなくなってきたか。バレンタインか、え可愛くない。可愛くないですか。ひそかに見えないことも確かにないけど、
ハートだぜ。だってヒソカはダイヤじゃん。ヒソカはダイヤじゃん。私はハートだもん。ちょっとこっちだけずれちゃった。どうですかね、ちょっと口にもいろんなとこ。ハートです。個人的にあのハンターハンターのひそかじゃなくて、あの加工アプリとかの加工をイメージしました。スクショしたくなる。ぜひしてください。バレンタイン。どうですかね。クッキーありがとうございます。 Thank you。 ショールームの加工でハートはないの。あのショールームはね、そういう系の加工はないんよね、インスタグラムみたいな。だから強いて言えばあのフィルターの色を変えれるぐらいで、なんかピンク系のフィルターないかなと思って探したんですけど、これが一番ちょっと可愛い色だなと思ってこれにしたけどなかった、うん、白黒とかになっちゃう。でもこれすごい赤が目立つ。なんか黒と赤が際立つって感じだけど、まあでもちょっと変じゃないですか見てたら。これはダーク、これはもうめっちゃダーク系。これもでもちょっと可愛いけど、なんかこれはもうマジひそかって感じする。ちょ急にヴァンパイアっぽい。そうなんです、可愛いけどね、変えよう。何がいいかな、なんかそんなに濃くするのは好きじゃないんですよ、加工っていうかフィルターを。なんで私のお気に入りはこれのちょっと薄め。これがやっぱちょっと若干なんか紫がかってるんですよ。だからちょっと若干透明感が出る、肌がピンクっぽく見えてお気に入りです。うん。これちょっとどっかでのタイミングで恥ずかしくなったらあのこれ消すと思います、このハートたち。多分どっかしらのタイミングで消します。私ができる唯一のこうバレンタイン感なんですけど、ちょっと不足っぽいかも。実物が一番可愛いですよ、きちゃん、ありがとう。本当はどんな色なの。でも本当はもうこういう感じの色よ。本当にこのフィルターめっちゃ薄くしかかけてないから、実際の色もほぼこんな感じ。これよりもうちょっとオレンジがかるかな、オレンジ味が強くなるかも。最後まで行こう。これで行く、これで行くにはね、最後までこのなんかバレンタインデーというテンション感をこのままね続かさなきゃいけない。あとでミニライブしよう。そうね、なんかバレンタイン系の曲あとで歌いたいなと思ってるんだけど、ちょっと今充電してるので充電し終わったらやりたいと思います。バレンタインデー、バレンタインデーキース、
シャラララ素敵にキスシャラララうんふ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 ん一年一度のチャンス。今日はね、とりあえずチョコレートディスコを流しながら掃除しました。チョコレートディスコ、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 ココディスコ、ココ。うん。かわいい歌詞だった。今日はね、夕方からなんか仕事だったんで、昼間なんかゆっくりできて、しかも昨日ロケだったから結構長めに、なんかめちゃくちゃのんびり眠れました。のんびり寝れました。気持ちよかった、いっぱい寝れて。でも明日は朝早い、明日は朝早いので、ちょっと今日はすぐ寝て頑張って起きたいと思います。うん、今日はお決まり公演の打ち合わせとレッスンっていうか、もう2人だけなんで、なんかレッスンって言ってもなんかもう一から考えていくみたいな感じなので、ダンスの先生とかとね考えてました。でも結構なんか本当にいいものができるんじゃないかと思うので、3月9日皆さんぜひ来てください。待ってます。とても楽しそう。いや楽しかったけど、なんか難しいところは決まんなくて、ずっとこう先生とかマイキューとかともずっとうんうんうんみたいになって、ちょっとね大変だった。決まらない時間が長くて、いやでもそんぐらい時間をかけて作ってるので、3月9日10日まずはね待ってます。4月7日も待ってます。よろしくお願いします。岡山から愛媛はみんなでバスツアーしようよ。バスツアーしたらめっちゃ深夜のバスツアーになっちゃうけど。そう、あといろいろなんかグッズ関係とか見たりしてて、なんか今日マネージャーさんっていうか、なんかお決まりのマネージャーさんがいるんですけど、もっとね、今はマネージャーじゃないんですけど、なんかまあグッズとかなんかちょっと考えたりっていうか、そういう系やってて、なんか私よくねうさぎのなんかコンプラうさぎっていうんですけど、うさぎをねなんか結構自分の分身みたいな感じでキャラクターとして出してるんですよ。でそのキャラクターのなんか新規イラストを書いて提出したんですけど、大きいみたいな、今日呼ばれて、はいって言ったら、このうさぎ乳首 NG じゃなかったっけみたいな、一回これ昔省かれなかったっけって言われて、あれそうだっけって、でも私このイラストでなんかいろいろグッズ出した記憶あるなと思って、あれ、いやでもこれどっかで通ったことありますよみたいな、いやでも一回省かれたよ絶対みたいな、だから確かになんかこの6年間の間でどっかのタイミングでなんか NG を出されたことはあった気がしたんですよ、なんかシールか何かになるって時。でもじゃあどっかでこのあのコンプラウサギのあの点々そうクリアしたんですよね。なんで大丈夫ですって、これは通りますって言って、みたいな言ってたけど、もしあの点々がなかったただのウサギになってたらごめんなさい。うん、でもあれが
あることによって私の書くウサギって多分分かると思うんですよ。すごいギフトありがとう、チョコのギフト。あれがないと伝わらないんですよね。なんで大事です、コンプラウサギは。そう、大事なんです。そう、何かしらで、ね、グッズになるかは分かんないんですけど、楽しみにしていてください。ならないかもしれないんですけど。そう、やばい、もう少ししたら11時になる。このハートを消そうか消さないか迷い始めてきました。今日は12時ぐらいまで配信しようかなって思ったんですけど、なんかそのあと1時間このハートをつけるのかつけないのか迷います。どうしようかな。テロップに書いとこうかな。チョコはテロップで説明しとこう。そしたらなんかもうそれ何ですかってならない気がする。変えました。バレンタインチョコは私、これでハートが書いてあってもおかしくないのでは。チョコならしょうがないじゃんってなるのでは。いかがですかね。いかがですかね。ここまでやったんだから皆さんもなんかお返しくださいよ。私ばっかりなんかないんですか。オラ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 、恥ずかしくなってきましたよ私は。私は恥ずかしくなってきましたね。何をすればって言われたら難しいな。なんだろうなんかチョコとか愛とか何かしらあるでしょ。愛の言葉とかなんか難しい、出てこねえ。普段やっぱ恋愛映画とかをあまり見ないからこうなってしまう。アイドルから揺すられてる。ほらチョコ出せ、おらおら。チョコ持ってんなら今日はまだ0個しかもらってないんだ。チョコレート狩りだって、チョコレート狩りだって、チョコ出せ、おらおら。ジャンプしてみろ、チョコ出てくる、あー出てきた出てきたって、ほら落ちてるって。チョコレート狩りみたいな、あら持ってんだろ、飛んでみろよ、ボト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 、ほらチョロチョコいっぱい落ちてきてる。チョコレート狩りですねこれは。チョコレートかな。甘い一年で一番の贅沢でもしちゃいましょうよ。後輩にキットカットもらった。キットカットいいね。いやー自分用にコンビニでもいいからチョコ買ってくればよかったなと。と今年一個ももらえなかった女の子が一人こぼしてます。愚痴をこぼしてます。配信終わってからだと2月14日と15日じゃ全然違うんだよ。今日はでもね、バレンタインさんの誕生日っていうか生誕祭ですからね。バレンタインと言いながらも
つの間にかチョコレートを作る文化になりますけど、本当はね生誕祭ですからね、バルティン、うん、女子渡す方、え、いや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 、古い古い、令和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 もう逆に令和じゃ今ではもう渡すことすらなんかハラスメントみたいな言われるんだっけ、でも私はもらいたい、そんな令和になっても私はチョコをもらいたい、もらう、一生もらう側だけでいたい、あげる立場にならずに一生もらうためもらう側でいたい本当に正直に行き過ぎている、返さない、返さないっていうか返す時には忘れてそう、なんか3日後とかだったらいいんだけどな、ホワイトデーが2月17日とかだったらいいんだけど、3月14日ってもう毎回そのバレンタインチョコをくれたメンバーのメモ帳とかなんかリスト化してちゃんと書いてました義理とかいらんわ、おーかっこいい、まあ確かにね、でもまあ本当にお世話の気持ちもあるかもしれないけどね、お世話になりましたっていう、いやさあ、あのさあ、こんなん配信で言うことでもないのかもしれないんですけど、今度なんか事務所に所属したんですけど、事務所の人たち4人ぐらい、そのこれから私のマネージャーさんになる方とかと一緒にご飯行くことになって、でめっちゃ同い年ぐらいの同性の人とかもいるんですけど、何食べたいって言われて、私何食べたいって聞かれた時に何て返せばいいのかもう一生分からなくて、もうすぐに Google で調べたんですよ、何食べたいと聞かれた時会社の人みたいな、ヤフーの知恵袋見たらやばいやばい、充電がない、なんでだろう、充電してるはずなのにできてなかったそのね、調べたんですよ、何食べたいと聞かれた時会社の人で調べてみた、だから好きな人とか友達とかいろいろあったんやけど関連で、じゃあとりあえず会社の人って調べたんですよ。さあ、まあ同じように知恵袋やってる人がいて、そしたらそれに選ばれてたベストアンサーが、なんか、まあ、一番ダメなのはいい子ぶって何でもいいです、これはダメですねみたいな、なんか相手に全てを委ねすぎていますみたいな書いてあって、みたいな、でもまた別の知恵袋見たら、やっぱ何でもいいって言う、やっぱりそのまだそこまでの関係性ができてないのであれば何でもいいですみたいな、ただこれはアレルギーですとかを伝えましょうみたいな、え、どっちって思って、でもめっちゃいろいろ調べていろんな記事を見てて、でなんか可愛がられる後輩はなんかこれが好きみたいな言います、可愛い人はなんかこう相手の人の好きなものを食べたいですみたいな、おすすめを知りたいですみたいなのを答えるといいですよみたいな、なんかいろいろありまして、考えたんですよ、考えて考えて、これはもうちょっと何でもいいはちょっとやっぱり逆に向こうに考えさせる時間を与えてしまうかもしれないって思って、私の出した答えは何でも食べれます、でもお肉が好きですびっくりマークってつけましたこれはいかがなものでしょうかね、どうなんですかね
どうですか皆さん。え、正解？本当に？嘘。甘忖度やけど。本当に食べれるんだ。いや、食べれますよ。最近はね、人と食べるときはね、なるべく野菜も食べてます。うん。もうマイキューにびっくりします。オキちゃんって野菜食べるんだって。まあ、果物とかは確かに、あんまり食べれないけど。なかなか果物食べるとこ行かないでしょ。そう。でしかもお肉が食べたい、めっちゃ食べたいとかではなかったんだけど、なんかこう考えた結果、私がさ何でもよかったんだけど、私がなんか何でも食べれます、でもイタリア系だと嬉しいですみたいな言ったらさ、今後さ私のイメージがさめっちゃ意識高い人とかになったらどうしようって思って、あ、私はすごい女子が好きなものが好きなのかなみたいな。いや好きだけどさ、めっちゃ普段食べてるってわけじゃないからさ、そのイタリアン系パスタとかなんかサラダとかそっち系。いや私そのメンバーと行く時ぐらいしか食べないからさ、どうしようと思って、寿司って言ってさめっちゃすごいとこに連れてかれたらどうしようと思ってそんな、それはちょっと怖い、敷居が高すぎるっていろいろ考えて、お肉ならねえ、なんか良さそうじゃない？幅も選択肢も広がるし、焼肉屋とかでもねカジュアルだし、いいんじゃないって思って、めっちゃ悩みに悩んで考えました。本当にいろいろ考えたんですよ。もうでも良かったです。なんか皆さんの意見を聞けて、なんか正解なのか分かんない、まあ、正解なんてないんだと思うんですけど、うん、めっちゃ気遣いしてる。いやーねっていうか、別にこれが事務所じゃなくてもあれよ、なんかなんて言うんだろう、お仕事関係の人と行くってなったら緊張しちゃうよね。うん、ちなみに僕は STU のマネージャーさんとも行ったことなくてさ、なんかご飯食べてるとこ見たことないんですよ、マネージャーが。でもなんかマジでマネージャーさんってめっちゃ忙しいから、自分らがご飯食べてる時も仕事してるから、ご飯食べてる姿を見たことないんですよ、朝も昼も夜も。でも食べてると思うんですよ、どっかで。でもなんかマネージャーさん同士ではよく行ってるらしくて、そう行ったことないけど卒業までには行きたいですね、お世話になったんで。なんかだからラジオとかをなんて言うんだろう、自分の担当じゃない人になんかこのラジオ面白かったよみたいな言われて、え、なんで聞いてたんですかって言ったら、なんかうん、みんなでご飯食べてたから聞いてたみたいな。だからそのマネージャーさんってなんかラジオとかなんか生放送の時とかなんかチェックしてるんですよ。それでみんなでご飯行きながら私のラジオ聞いてたみたいな。いや、やめて、恥ずかしいからって思って。仕事しないし、仕事しててありがたいけど、やめて恥ずかしいって思った。マネージャーさんとご飯行ったらごちそうするの。ご飯行ったことないからな。でも仕事先でなんか食べた時は多分経費だから。あーすごい、チョコタワーなのかな。ありがとうございます。奥さんチョコレートのタワーありがとうございます。
白チョコ白チョコありがとう。ハッピーバレンタイン、ハッピー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 ヘイ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 ドドドドドドヘイ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 、まあ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 ドゥンツ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 ドゥンフルコースです。あのバナナ猫とかもやりたいけど、あれはやり方がわからん。あとなんか言葉系じゃないけど、舌が出てる猫、疲れてる感じの猫ミームフルコースでお届けました。ありがとうございました。猫ミーム、私のお気に入りはあのなんかこうやってやってるっていうあの猫と、あとハッピーハッピーハッピー、チュピチュピタバタバチュピチュピタバタバチュピチュピタバタバタタタですかね。うん、ここら辺が好きです。すいませんね、なんか本当猫ミームやりそうな機会あったらすぐやっちゃうんですよ、ごめんなさい。本当にすいません、いっぱいフルコースでお届けしちゃいました。今日さ、サーヤンとさ LINE しててさ、カフェ行く話してさ、まあ、この日が空いてるって言って、よしじゃあこの日にカフェ行こうって言ったサーヤンの返事がさ、ハッピーハッピーハッピーだった。サーヤン猫ミーム知ってるんやと思って。まあ知ってるか、あんなに流行ってたら。もういつから流行ったんか分からんけど急に出てきました猫ミーム。すいません、何の話してたんだっけ、急にもう急にもう猫ミームが全部やっちゃった。全部やっちゃったよ。ハッピーハッピーハッピー、おきちゃんで知った。いや、このルームの人は絶対私から知ったと思う。私がやって多分一回でも見て、そっからタイムライン流れてくるようになったと思います。猫ミームのオリジナルを 見ずにおきミームを見る。オリジナル見てないの、伝わんないんじゃないこの面白さ。マイちゃんがマイミームやってる。マイキューとマジでね、レッスン場とかでずっとやる。本当にレッスンの合間とかに目が合ったらドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥン、チュン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 ってやってます。本当にね楽しい。ちょっとあの元ネタもぜひ見てください。チチチチンチチチン、またやっちゃった。本当にダメだ、気をつけよう、永遠にやってしまう。ガーチャってのも流行ってるらしい。何ガーチャって、ちょっとそれは知らない、知らないかも。犬だったらハマってなかった。犬ミームもなんかあるらしいけどね、多分猫ほどまだそんなに有名じゃないと思う。可愛いのに面白い、ありがとうございます。どうも、
中衛さんのネタやってた時思い出します。中衛さんのネタ一時流行ったかも。時ってか私の中で猫ミーム、なんかすごいネットの流行りって本当に早いですね。なんかファッションの流行りよりも早い気がする。全然タピオカとか餅に持ちまくってたなって感じ。猫ミームはいつまで持つかわからないけど、でも多分私は最後の最後までこすり倒していきたいと思います最後の最後までこすってこすってこすり倒してやりますよ。ひき肉ですぐらいね、私はひき肉ですよ。もう結構最後の方までやってたので、ひき肉ですひき肉ですお腹空いてきたな。おきちゃん髪伸ばしてるの。おきちゃんね今ね髪伸ばし中。なんか卒業の時のドレスとかさ着るからさ髪伸ばしとこうって思って伸ばしてるんだけど、なんか何気に自分の写真見返してたら息をする心発売らへんっていうか MV らへんがめっちゃ長くて、こんな長かったんやってびっくりしためっちゃ長かった。なんかそんなに長いイメージないっていうか、私最近ずっとここで固定してた思い出があるんだけど結構長かったですよ普通に伸ばしてたの。いや伸ばしてます、すぐ切っちゃう。それはねマジであの5回あのそれはねあの美容師さんのせい、あの鎖骨を分かってない美容師さんのせい鎖骨までって言ったけど、あの美容師さんが思う私の鎖骨があの首らへんなのそうだからいつもちょっと短くなってるんですこれ私のあの髪すぐ切るに反抗する話。本当に私は鎖骨までって言ってるんで、鎖骨までってお願いします。でも気づいたら鎖骨の上なうん、鎖骨で指定なんだ。鎖骨で指定、前髪はもうちょっと今日っていうか最近長いけど、前髪はいつも眉下二重上って言ってる。だから今はねもう伸びすぎ、このわかります、ここが二重幅なんですけど、本当はいつも前髪オーダーするときは眉毛とこの二重幅の間でお願いしますって言ってるんですけど、もう伸びに伸びまくって、本当はここ、理想はここなんですね。最近伸ばしてるわけじゃないけど、美容院行った時に切ろうって思ってもうすぐ前回行ってから月1回になるんで1ヶ月経つんで、もう少ししたら行こうかなって思ってます。自分の前髪その辺にしようかな。これちょっと長いよ、ちょい長めお腹すいた、お腹すいてます。チョコレートが食べたいチョコレートが食べたいよ、甘いものが食べたいです。安藤先生甘いものが食べたいです。安藤先生甘いものがチョコレートが
食べたいです。安西先生だった。安藤じゃないんか。安西先生だった。失礼しました。めっちゃ安藤のイメージがあった。すいません。安西先生バレンタインにチョコレートが食べたいです。え、めっちゃじゅなんかめっちゃ安藤が思い浮かんだけど、失礼しました。安西先生です。安西先生スラムダンク実は見たことがないという、うん、こんばんは。こんばんは。今日職場でもらってきた。食べる。え、食べたい。うん、糖分不足。糖分が不足してます。去年やってた映画を見てない。映画見てない。ココアさんがめっちゃ面白い面白いって言ってたけど、スラムダンクの映画。いや、スラムダンク見てないんでって言って見なかったけど、ココアさんは見てなくても面白いけって言ってたけど、いや私原作見てないんでって言って行かなかった。ほんまに面白いけって言ってた。見てなくても分かるけって言ってた気がするけど、いや私見てないんでって言って行かなかったけど、めっちゃすごい、もう単行本が爆売れしたみたいな、令和に。だから行けばよかったなって思いましたね。でまたやるんだっけ、なんかワンピースみたいに公開上なんかまた上映されるんだっけ。普通になんかサブスクに入ったら見ようかなって思ってたけど、うん、どうなんですかね。なんかワンピースレッドはまた上映するみたいな言ってたけど、さすがにやらないか。リバイバルもう終わってたのか、して終わったのか。うん、映画ね、とりあえず実写化はゴールデンカムイを見に行きたいなとは思ってるんですけど、早く。まだ行けてない。映画ってさ、マジでさ、あれね、私本当に去年ぐらいから映画よく見に行くようになったんだけど、本当に曜日とか会員次第でめっちゃ安く見れるから、本当におすすめ。だからもう使い分けてる。月曜日はシネマ、イオンシネマとか、木曜日はとか、1100円とか1300円とか見れるから。カラオケ行こう、早く見に行きたい。いや、カラオケ行こうは見に行った方がいい。おすすめです。ちなみに私それで知ったんですけど、12月1日私の誕生日は映画の日らしくて、なんかバルとかわかんないけどどっかが安くなる。映画の日なんだって。初めて知った。私12月1日、映画見ようって思った。映画見ようって思いました。そう、安く見れるの。1000円で見れる。毎月1日じゃなかったっけ。だからファーストデーもあったけど、え、毎月なのかな。なんか12月1日映画の日みたいな気がしたけど、うん、なんでちゃんとちょっと映画行く日は今まで気にせずこの休みの日って言ってたんですけど、ちょっとあの気をつけてみようと思います。会員にもなりました最近は。
映画が2000円になっていて驚いた。え、どっちの意味で高いってこと？でも確かに、なんかその自分学生時代はもう映画を見に行くことが友達と遊びに行くことってなってたからめちゃくちゃ映画見てたんですけど、なんかその学生じゃなくなってから学割が使えなくなってから映画を見なくなっちゃって、でなんか映画館に行くってことがなくなってたんだけど、その去年ぐらい2023年から映画を見に行くようになって、なんか映画ってすごいなってすごく思って、私は特になんか家とかサブスクで見ちゃう、配信で見ちゃうとやっぱりこう集中できなくて携帯とか触ったりとか流し見とかしちゃう部分もあるから、映画館はもう音響もすごいしずっとそれを集中して見るから、あと余韻が終わった後のなんか余韻が好きだなって思ったの。なんか静かに立ち上がってなんか映画館から出た後に感想を言うあの感じとかが好きだなって思って、最近はちょっとね積極的になんかいろいろ見に行こうかなって思ってます。って思いましたね。はい、まあ最近だからみんなにメンバーにおすすめ聞いたりとかして、まあ映画もそうだし、その、まあ、家でなんか見るように聞いてますね。ほっぺ赤いけどどうしたん？チョコは私ってやつです。ここです、ここです。ここからのここです。途中で違うなって時はしんどくない？なんか自分はこれをあんまり面白いと思えないなっていう作品に出会った時はもうなんか別の楽しみ方します。途中で、あ、自分にこれ合わないなって思った時は、でもそのラストでめっちゃひっくり返るかもしれないからめっちゃちゃんとは見るけど、なんか別のちょっと突っ込みながら見てます。わー、ありがとうございます。タワー来てた。ローケーティーさんありがとうございます。なんだこれ、フラワースタンド、ブーケ、ありがとう。すごい、フラスタが愛をあげますよ。愛もらっちゃうな。ありがとうございます。ケイティさんハート返します。なんかちょっと薄くなってきてる、温度で溶けてきてる。ちょっと立ちます。ありがとうございます。嬉しい。そんな、なんか愛、なんかありがとうございます、すごい現金の愛をありがとう。もうなんかどうしたらいいんですかね、感謝 してもしきれん。ありがとうございます。すいません、私がチョコください、愛くださいってあのバンバが言ってたらですけど、すいませんね、ありがとうございます。そんなつもりじゃなかったんですけど、でも嬉しいです、ありがとう。でも可愛いね。そうだ、この背景が今日までなんですよ多分。この見て、この周りのピンクのこの感じ可愛いよね。これもったいないな。私は通常のショールーム背景よりもこっちの方が好きなので、あとはホワイトデーの時かな、もうなんか一番好きなんですよね、水色の感じとか。バレンタインです。ありがとうございました。充電できたかな。そのうちちょっとバレンタイン曲でも歌っちゃおうかなって思うけど、イヤホンがねこの辺に
この辺にある。これは最近壊れた、ちょっとあまり良くないスマホスタンド、最近壊れました。ちなみに今私がスマホのしてるのはめっちゃ可愛いこれでもこれは配信用じゃないから、あのよくこうやってずり下がります。タキサムです、タキシードサム。今はこれにやってます。あマイクです、マイクです、聞こえますでしょうか。あマイクです、どうですか。あ、いきますかね。すごい、今日の人気曲ランキング、バレンタインキスとチョコレートキス、チョコレートディスコが入ってる。バレンタインディスキス、よし、それでは皆さん、私からの愛を、あ、ちょっと待って、薄いかも、ちょ見えない。あ見えない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 、ちょっと細い細いぞ、まあ、いっか、ちょっと削れちゃった愛が。それでは聞いてください。チョコレート、それは
ば、私は毎年ちょっとバレンタインデーキス歌ってるので、いいですね。やっぱこれを歌うと、うん、めちゃくちゃバレンタインを感じます。ありがとうございました。はち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 。チョコレートを、これで私からのチョコレート。てかこれってあれなんですね、バレンタインの前日の曲なんですね。明日は特別スペシャルデーって言ってるから、なんかいつも2月14日にバレンタインに歌ってたけど、歌詞は実は13日の曲やった。バレンタインの曲じゃなかったっていうね。ありがとうございました。あとなぜかそのあのね、ショールームのなんかカラオケランキングがなんかバレンタイン曲で埋め尽くされてるんですけど、トップ5がなぜか AKB48 さんのこの曲が5位にランクインしてました。あのショールームのそのカラオケ開いた選択画面にね、なんかその Perfume さんとかこういろんなアーティストさんの中でこれがランクインしてました。ちょっと面白い。バレンタインなのかな、なんかランクインしてた。Thank you.
今週のフォーチュンクッキーでした。やっぱお菓子つながりだからランクインしてたってことでいいんですかね。多分お菓子つながり。ありがとうございました。すごいバレンタインですね。何気にこのハートのままずっとねえ最後まで持ってすごいですね。絶対どこかで諦めるんじゃないかなって思ってたんですけど、自分的にしんどくなってよかったです。よかったよかった。それでは聞いてください。いやセリフ入ってなかったけどね、ちょっと あの一瞬で覚えてなかったけど言えたね。絶対ありえないそう思ってたのに。
なんだか私あなたのことが好きみたいだ。今思い出しました。意外に短かったから意外に言えたた。そう、よし、じゃあそろそろ終わりの時間が近づいてきましたね。ありがとうございました。本当はね、口移しのチョコレートとかを歌おうかなと思ったんやけど、私すごい大好きな曲だから、あの曲難しくてね、全然歌えないんですよね私。青空の下で愛し合えるのは裸になる。難しい。ありがとうございます。もうちょっとしたら、じゃああと4分ぐらいしたら壇上読もうかね。よりも Thank you 見てくれて。今日はちょっとバレンタインの曲と、まあバレンタインなのでハートの曲を歌いました。靴移しのチョコレートコンプラ曲、確かにコンプライアンス、コンプライアンスというか、もうなんというか、すごい一時歌詞がすごいって、なんか昔の曲なのにめっちゃバズってた2022年ぐらいに。でもあの曲衣装かわいいんだよな。チョコレートボイス。甘々ってことかな。甘いの好きっていうか、私は食べきりのすぎた。ありがとうございました。こちらこそ。最後の最後まで持ってたけど消しちゃおうかな。もう最後の最後だから。2024年2月10日も間もなく終わりなので、15日に向けて、わあ、綺麗に撮れるかと思ったのに。ちょっと待って、頑張ります。余韻を残したくない。綺麗に撮れるはずなんですよこれ。ダメだ、もうなんかすごい。チークみたいになっちゃう。まあね、めっちゃほっぺ赤い人みたいになっちゃいますね。右は縦に消してみて。縦に消したら、あ、勘弁しちゃいそう。ちょ、自分で確認できない。絶妙。横でいきます。ダメだ、もうめちゃチーク濃い人みたいになりました。チーク濃い人になりました。
よし、これで2月15日を迎えそうです。やっとね、密かじゃなくなりました。それではそろそろ壇上の方を読みたいと思います。おきぽチョコありがとう。こちらこそ。13位エルマールさん、12位マッカさん、11位ジュンジュンさん、10位白熊さん、9位バオバブさん、8位虫男さん、7位コバチャさん、6位カズノリさん、5位テリーピーさん、4位がとりあえずルビーさんでした。13位から読むの皆さんありがとうございました。そしてジェリーさん、3位がジェリーさん、2位がホクさん、1位がローケーティーさんでした。3位から1位までの皆さん、そしてローケーティーさん、ホクさん、タワーもありがとうございました。嬉しかったです。ありがとうありがとうございます。ということでね、今日も一日が終わろうとしていますが、ありがとうございました。よいしょ、ありがとうございました。これ MSR じゃなくて、なんだっけ、 ASMR になってるんですかね。何気に、こんにちは、 ASMR できてますか。どうなんだろうできてます。こんにちは、聞こえますか。私に食べられる音聞かせてあげましょうか。これ私に食べられたらこういう感じですバリバリバリ進撃の巨人です。痛いって言ってる。あ、音量上がっちゃった。なんか押しちゃった。はい、ありがとうございました。なんか最後の方変な遊びしちゃいましたけど。バレンタイン食べられるとは。そうです、皆さんのことを食べちゃいました。進撃のオキポです。オキポです。オキポイエーガーです。すいません、そこさ、すいません、そこ右にイエーガー。バイバイ。皆さん良きバレンタインを過ごせましたでしょうか。ほっぺやかゆっくりお休みください。ありがとうございました。面白い女、面白い女です。どうも初めまして、面白い女です。ありがとうございました。バイバーイ。じゃ最後の最後はブレさせて、見えないようにしてみようかなと思います。皆さんに、これは残像です。酔うか酔っちゃうかな。バイバーイ。ほっぺが赤すぎる。ありがとうございました。おやすみなさいみんなが酔いかけてる。ハッピーバレンタインをありがとうございました。素敵にキース、シャララララ、おやすみ。ゆっくり休んでください。バイバーイ。